とりあえず、今日無事にですね、告別式の方、近親者で、行いまして、無事に、ゆうやさんの、お骨はこちらの方に帰ってきました。ゆうやさん、はい、どんなお顔でした？とても静かな微笑でしたね。本当に笑っている感じです。本当に眠っている顔そのままという感じで、で闘病生活最後のあたりもですね、体の方は随分痩せ細ってはいたんですけれども、顔の方は意外と今までのイメージのままで、そんなにげっそりしなかったので、本当にとても静かな笑みを浮かべておりました。闘病生活そのものは4年ぐらい前から始まっていましてですね、それで特に思わしくなくなったのはこの1年間ですね。今年に入ってからですね、1月の中旬ぐらいに、ごく普通の肺炎で、一度入院して、でそれはすぐに収まりまして2月の頭に、退院しました、はい、それでその後、2月の20日ぐらいにですね、今度は誤嚥性の肺炎で、炎症を起こしてしまいまして、はい、それでまた 緊急再入院をしたわけですね、はい、いろいろ食べられない状態になったりしてというような流れだったんですけれども、はい、でも亡くなる前日はお孫さんと一緒に食事されたって伺ってるんですけど。はい、そうです。基本的にはその誤嚥性肺炎の場合には、また雑菌が入ってはいけないということで、基本的にはあまり食事を口にしないというのが通常なんですけれども、気をつけて食べれば大丈夫だということですので、お寿司をすごく小さく握っていただいたものを二口三口とか、でもステーキは食べたいっていうふうに言った日もあったようで、それも本当にとても薄く切ってもらって少しずつというような感じで、それで最後はその亡くなる前日なんですけれども、大好きだったオムライスを珍しくその日はそれの3分の1ぐらいを食べたと、最近の量としては一番口にしたという。全くたまたまなんですけれども、アメリカの方から私の娘の方が帰ってきまして、はい、ゆうやさんにとっては孫娘ですけれども、はい、そのまま空港から向かって、会ってとても喜んで、また学校の話とか、っていうようなことをとても楽しそうにおしゃべりしてたっていうことでした。でもちろんその次の日の朝に亡くなるっていうことはもう誰も想像していませんでしたので、間に合ってよかった、それがちょっと家族としては最後のプレゼントだったかなというふうに思いますけれども。見取られたのはどなたですか？はい、見取っていません。誰も間に合いませんでした、それに関しては。自宅で闘病中もですね、夜の時間帯は基本的に夕夜さんは一人で寝ていました。もちろんその介護の方の手配とかっていうのを、これから24時間体制にしていくのかどうかっていうのを、年末ぐらいから話はしていました。それ以前の生活も体の不自由はありますけれども、夜は一人で過ごしてるっていうのが日常だったんですね。それでそれは病院においてもそうで、昼間はもちろん会いに行ったりとか、基本的にはそのマネージャーの方とかバンドの家族の方がお手伝いしていただいて、見ていたんですけれども、夜はいつも一人で過ごしていたんですね。で体のデータはもちろんナースセンターにつながっておりますので、それで朝の状態ふとそのナースの方がチェックした時には呼吸のラインがプツッと止まっているということで、病室の方に行ったら、すでに息を引き取っていたと。でも状態としては本当に眠っている状態で、ふっと本当にこう呼吸が止まったような、おそらくもしかしたらゆうやさんの中では自分がふっとこう亡くなったことも分からずに、本当に寝ているまま行ったっていう感じなんじゃないかなっていうふうに想像してます。平子さんから
あの連絡受けて、はい、元木さんどんな感じで受け止められました？これはそう遠くないところに、その機会が来るというのは覚悟はうっすらしていたわけですよね。でも非常にあの安定している瞬間もあったりするので、かなり長く持つ可能性もあるというふうに言われていたので、もちろん心配事はありますけれども、とにかくまあ、ゆうやさん自身もあのとにかくみんな普通に仕事をしてくれと、仕事は大事にしろと、時々来るその家族にもあのじゃあ気をつけて帰れよ、ありがとなっていうふうにいつも言ってるっていう感じでいて、本当にあのまあ頭の方はというか、あの気持ちはあの非常にあのしっかりしていたので、あの大丈夫かなと思って私もまあ出かけたわけなんですけれども、3月の10日に長男と次男を連れて見舞いに行ったのが最後になりましたね。でそれでまあいろいろ子どもたちがあの自分 の, あの最近の出来事を話したりなんかして、その頃ちょうどまあ繁盛に私の CM が流れていたので、まあそれを見てなかなかいいなっていうふうに褒めてくれたりなんかしましたですね、という感じで。でそれとですね、ちょうどその頃その時にもまあ、最近のキキさん の, あの出版物とか、はい、あのそういったものがまあ、皆さんの間で話題になっているっていうこともあってですね、まあ、半ば冗談に、私がまあ、キキさんは以前に自分でもそして周りからもちょっとその率直な物言いがというか、まあ、口が災いするねっていうふうに自分で戒めていたり周りからも注意されていたんですが、結局そのなんか口で今度は評価されちゃってるねっていうようなことを言ったらですね、結構受けてまして、ゆうやさんが笑ってましたね。そうだなっていう感じで笑ってたんですけれども、まあそういう感じで、まあ、いつものようにお話ししたっていうのが、まあ、最後になりましたね。まあやはり今日もその火葬場で、まあ要するに半年前にも同じ光景があったなというのは誰もが思っていたことなんですけれども、さすがにやはりこれを続けてみることはちょっと戸惑うなというのが、まあ、表情からも見て取れました。とにかく親をまあ、近い期間に亡くしたということが自分にとってどういうものなのかっていうのを自分と向き合う時間が まだないものですから、まあ真のもの作業はやはり個々のものだと思うので、夫婦といえどもやはりそのまあ彼女のコアな部分っていうのは私には支えきれないっていうところがあるので、まあ家族の中ではまあみんなでまあ、いるだけしかできないけれども、まあ、マミーを支えようねというような、うん、まあ、会話はしてますけれども。棺の中には何も収めたんでしょうか？特には入れていません、うん、はい、むしろいつもの杖もしっかり残してありますし、うん、そうですか、はいはい、うん、もうそれは、はい、次男が欲しいと言わんばかりに振り回していましたけれども最後の入院ではどっかでそういう覚悟があったような雰囲気があるんですね。まあ経管でとか胃ろうとかっていうことで栄養を入れるっていうことを、再三確認しても、拒絶していました。でそれは生命線に関わることですよっていうことであったとしても、自分としては延命治療はしたくないというふうにはっきりとその辺はずっと変わらずに、もちろん先生方が聞いてもそうですし、マネージャーさんスタッフが聞いてもそうですし、また別の機会に私たち家族から聞いてもそうだったので、ゆうやさん自身も覚悟をおそらくしていたんじゃないかと。さて今天国へ、はい、ゆうやさん行かれたわけですが、待っているキリンさんとどんなお話してるでしょうか？どうなんでしょうね、まあ、実際そのお骨をこちらの方に持ってきまして、で実はその前にもうその湯屋さんが持ち帰っていた岸さん の骨のかけらっていうのもこちらにあるんです。だから今、まあ、正真正銘お墓に入る前にすでにもう一緒に
なってるわけですけれども、うん、まあ、今協議してるんじゃないですかねあの世で、これからどうしますかねっていうことをね、きっと、うん、ゆうやさんとキリンさんの夫婦の在り方ってどういうのに映ってらっしゃるんですか。それはまあやはり独特ですよね。でもまずとてもお互いに敬っているっていうのはあるだと思います。でそして、うん、すごく抽象的な言い方をするとやはりなんかマグマな2人だったんじゃないかと思います。すごくこうなんか人とか物事に対するすごく大きな熱を持っていて、キキさんはそれを自分とか他者に向けてうまく人間関係とかが活性化して世の中が面白くなってくれるといいわよねっていう、なんかそういうエネルギーにいつも変えてった人で、ゆうやさんの場合は思い先だって自分が噴火しちゃうっていう感じがありましたけれども、常にやっぱりなんかゆうやさんの思うこうなんか、まあ、ピースなことっていうのに向けて丘が叫ばなければ自分が吠えるっていうので、なんかそのマグマを噴出してたみたいな、まあ、おそらく今回のタイミングっていうのはまあ、病と向き合ってる、ゆうやさんと、まあ、それを見守っている私たち家族っていうのが長患いしないように、キキさんが気を利かせてちょっと早めに連れてったんじゃないかというふうに思います。だから、まあ、生前キキさんは自分が亡くなる時に連れていくっていうふうに言っていました、とかもしくはもう先にっていうつもりで自分がゆうやさんを片付けるっていうふうに言っていたような節があったんですけれども、まあ、結果的にはこの半年というスピードは、まあ、キキさんが有言実行したのかなというような範疇かなというふうにも感じます。じゃあ今お二人に送るとしたらどんな言葉になるんですか。どうしたのか。やはりとても寂しいです。もうとにかく生の言葉が聞けなかったり、その存在に触れることができないっていうことはやはり密にあった日々がなくてもやはりこう寂しいっていうような気持ちが湧くんだなっていうのが実感ですね。だから、まあ、一言で届けられる言葉がないっていう感じですかね。お別れの会はいつ頃になるそうですか。はい、それもいくつかいろいろ噂が錯綜してたりとかしたと思うんですけれども、はいはい、結果的にはですね、近いところでは予定がうまくまとまらず、やはり皆さんのいろいろな意見もございますし、本当にゆうやさんのことをとても愛してくれた人たちがたくさんおりますので、その方たちにまあお礼も含めたいいお別れ会を、ゆうやさんらしいお別れ会を、これからスタッフの皆さん中心で、考えていってもらいたいっていうのがありますので、しばらく予定は立っておりません。まあ、今年中にはもちろん大きな形でお別れ会があった方がいいと思いますね。ゆうやさんのコースとキリンさんのかけらというのは並べて置かれている感じですか。はい、今一緒に並べています。はい、また喧嘩されてますね。はい、競技中だと思います。はい、ありがとうございます。